朝起きられず不登校の一因ともなっている起立性調節障害は中学生の1割から3割が発症するとされる身近な病気です。県教委は教職員向けのガイドラインを作成し、子どもたちに寄り添う対応を目指します。今日体調どう？今日はまあ普通ぐらいな感じです。大分市の中学3年生吉岡幸紀さん。 今は体調と相談をしながら通学しています今はまあ本人の体調に合わせながら給食前から行ったりとか放課後だけとかいう感じで登校していますこの日は給食の時間からクラスに合流およそ2年ぶりとなるクラスメイトとの日々を過ごしています最後3年生になって生けるようになって すごく良かったなと思います中学1年の時のコウキさんの様子です午前中は起きるのも食べるのもやっと学校に行くことができなくなりましたきついどの辺が今一番きついとか全部,全部 頭痛やめまいなど午前中の体調が著しく悪く午後には回復していたコウさん思春期の子どもに多い起立性調節障害と診断されましたやっぱりそこで診断されてあ、これで良くなるんだって思った反面そんなに簡単にその薬を飲んだからといって劇的に改善するものでもなかったですしこの病気に特効薬はなく 不登校の状態は1年以上続きました去年秋からコウキさんの主治医となった児童精神科医の三毛田智弘医師自律神経の乱れによって起きる起立性調節障害は精神的な影響も考えられ子どもを観察することが大切と指摘します 心の不調とかすごくショッキングな出来事があると、その何がおかしくなるかというと自律神経がおかしくなるので、まあ、そこからその体調を崩している人は結構いますよね。本当に手探りで試行錯誤しながら薬を選んだり、いろんなことを試しながらあの良くなっていくケースが多いかなと思いますね。軽症まで含めると思春期の小学生の5％、中学生の10％から30％で発症するとされる。 比率性調節障害、珍しい病気ではありません学校現場での適切な対応に向けて県教育委員会は今年3月、教職員向けのガイドラインを作成子どもとの関わり方や家庭との連携などについて指針を示しています 朝起きられなくって、まあ、午後からとか、えー、そのぐらいになって、だんだん元気になってくるので、ちょっと怠けと間違われやすかったりっていうのが、やっぱり誤解を生じやすいというのはあったかと思います。やはり県としてこういう対応をしていくというのをお示しして、同じような支援をしていこうということで、ガイイドラインを作ろうかなと思いました河輝さんが通う南大分中学校でも、教職員でガイドラインを共有しています。 教員であれば起立性調節障害という言葉は聞いていると思うんですけど、今までどちらかというと、教員の経験値で対応してきてた分とかを少しこう標準的にできるように、ガイドラインとして示していただいたという点ではありがたいなと思っています午後の短い時間とはいえ、ようやく中学校生活を送れるようになった幸輝さん。

思春期特有の症状に悩まされ続けたコウさん長いトンネルの出口が見えた今思うことはやっぱり辛いことを経験したからこそ、まあ、これから辛いことがあってもあの時に比べたら大丈夫だって思えるところもあるかなって乗り越えた今は少し前向きな気持ちで入れてます この規律性調節障害は周囲から怠けていると誤解されることも多い病気ですから、まあ、ガイドラインができたことで理解が広がっていくことが期待されます。このガイドラインは県教育委員会のホームページ上に公開されていますが、全国から問い合わせがあるということで関心の高さがうかがえます。